こんにちは、ニコルと多肉ごとです。小さなベランダで多肉を育てています。この動画を見ていただきありがとうございます。さて、今日の多肉ごとはピンクプリティです。馬刺しから育てた苗を一つの鉢に可愛く植えていきます。どうぞ最後までご覧ください。今はすっかり夏顔の緑っ子になっているピンクプリティですが、紅葉の時期にはこんなに可愛いピンク色に染まっていました。多肉を育てたいと思ったのもこの強くて可愛いピンクプリティの存在を知ったからです。そして昨年の5月にまだ小さかったこの2苗に出会い迎えました。少し大きくなった秋に葉刺しを何枚か取ってこのお弁当箱に植えて育てました。土が少なくて浅いのですぐに根詰まりしたせいか、苗は小さいのですが綺麗に色づき、今も紅葉が少し残っています。こちらも同じ葉刺しっこですが、多肉ワゴンの2段目でお日様の光が足りなかったせいか葉は薄く徒長気味です。そして触るとすぐにポロッと葉が取れてしまいます。お日様の光にしっかり当たって育った苗の葉は病気でもない限りこんなにも簡単に取れることはないように思います。この後の植え替えの時に茎をよく観察してみます。そしてこちらは多肉を買った時におまけでいただいたナナシちゃんですが、多分ピンクプリティだと思います。小さい鉢ですがお一人様で植えたので順調に育っているようです。そしてこちらは親株です。株元に落ちた葉が発芽して勝手に優しい子が育っていました。生命力が強いのがわかりますね。お弁当箱の葉刺しっこもほぼ全てが発芽して育ちました。ピンクプリティは葉が厚くて強いグラプトペタルムとみんなの大好きなエケベリアの交配種でグラプトベリアという品種です。可愛いだけではなく強くて育てやすいので、私のような初心者の方やこれから始めてみようかなと思われている方にもおすすめです。そしてグラプトベリアは成長すると茎が伸びて背が高くなります。おぼろ月もそうですが茎立ちした姿も可愛いですね。同じ株から生まれた葉刺しっこも置き場所による日当たりの違いや植える鉢、土の違いでこんなにも色や形に違いが出るものなんですね。これからは一つの鉢に植えてピンクプリティ畑を作っていきたいと思います。では植え替えの作業です。